お疲れちゃんです。ラットレスだけで今回もクラッシュララやってくるんですけど全然病気じゃないです。今日はねこのホグライダー使っていこうかなと思います。でこの高回転ホグはね最近またものすごく流行ってます。ていうか結構重りマジアチアミリペですね。なんか前この4枚入ったジャイとかこの4枚入ってるロイホグとか、まあ、とりあえずこの4枚が強いんでこのホグの枠はもう好きにねいじっていいかなと思います。ていうかクエイクとアイゴレホグかこの4枚の枠は、まあ、なんか正直、こう、ゴブスパ、ファイブザップとか、こうね、適当にいじっても強いと思うんで、まあ、好きにね、いじっちゃってください。まあでも、このホグが流行ってるので、今日はね、僕はこのホグをやっていきます。で、ちょっと最近、すごい思うんですけど、スケルトンのサイルって高くないですか？スケルトンとかコウモリかな？まあ、そのデッキが流行ってるって言ってるんですけど、さっきから。このマジでちょっと良くないですね。スケがね、なんか昔4体だったんですよね。4体から強すぎて3体になって、結局、今3体でも強いんですよ。なんで、もうね、1体にしちゃえばいいんじゃないっていう。スケルトンってね、1体でいいっすね。マジで。まあ、1体はやりすぎなんで、シャアなしのね、2体ぐらいで許してあげようかなと思うんですけども、スケルトンもそんぐらい強いですね。で、さっきオーブン置かれた時に、なぜか、あ、これエリコレだ。皆さん僕は気づきました。あ、ごめんなさい。嘘。全然にこれじゃない。全然違った。ただのスケラでした。おしゃスケラだ、しかも。さあ、ここウッドを我慢する謎に俺。なぜかウッドを我慢する。さあ、ここですね。ここで、本当は、アイゴレミニペまで行っちゃいたいが、アイゴレが回ってこない、オーブンが置かれる、ああ、ペッカスケラか。これ、ホグ飛ばして、いいっすね。ホグ飛ばして、オーブン咲かして、まあ、ここは別にダメージ稼ぐところではなく、うん、ただただダメージほんと入ったけどね。たまたまダメージ入ったけど、で、このマジエちゃんは、まあ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 いいですね。右サイドに行くので、で、そしてフリーズですね。フリーズなので、まあ、しっかりマジエちゃんを残すイメージで、で、フリーズかけられた瞬間にウッドを咲く。なんで、フリーズ打たれてないのにウッドを咲くと、ああ、パッキンガム給電されて、負ける可能性がすごい高いので、お気をつけてくださいと。言ったところで、まあ、あとは高回転のミニペかな。普通に相手からしたらしんどいんじゃないかなと思います。で、こう、ウッドを転がしつつ、あとベビか。ベビが僕としてはすごい厄介。まあまあ、マジアチャール。そしてですね、ここをスケル来んのかな？はしめピックワンチャン来んのかな？まあ、来たら取ってみたいな。ここにはクエイクツでしょ？あ、これアイゴレで、アイゴレおじいちゃんだったな、反応。まあ、ですが、ここにペッカーを置くと、しばく、そして、延命したいね。延命したい、延命したい、延命したい、延命したい。殴る、殴る、殴る、手出すな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 、マジで。オッケーオッケー、ここはアイゴレで釣りつつ、次のマジアチを回しつつ、ホグで攻めつつ、まあ、すごい大変なんですけども、で、フリーズ来るんで、お気をつけからの、アイゴレでビビをたけ取ると。さあ、もうこんな感じでね、回転結局早いと最強で、まあ相手がね、フリーズなんで僕のマジアチも無敵と。言ったところで、まあ勝ちですね。正直言ってもっと余裕に勝てますね。まあこれでも十分余裕だったと思うんですけど、このスケコーモリマジアチはミニペ。まあアイゴレもやっぱ優秀ですね。逆サイ釣ったり、時間、なんかたけ取ったりとか。あれね、正直この5枚を使えるようになれれば、なんかね、他に使った時にも、なんだろう、いい感じに立ち回れるようになったりするんじゃないのかな。すごい今適当かもしれないんですけど。はい、というわけで、とりあえずね、ホグ飛ばします。で、右サイドにマジアチャ出したとて、巨石の爆破で巻き込まれちゃうんで、ちゃんとね、こう左サイドにします。では、気悪いですね、これは。これでもうダメージ入ったらドンマイ。ですが、たまたまバルーンも止まる。で、このマジアチュには、どうせ対応してくると思うので、てか、ホグも繋げれないので、待って、対応してこないと。まあ、してこなかったらしてこなかったですね。で、スケアミ、キョスケ、バルーン、コウモリで、スケアミ回ってないので、ホグ飛ばして、なんかもう一枚出て、もう一枚来そうだったら、クエイクツと、トルネカ、スケルトン部隊が来るっすね。やなめでした。残念。まあまあまあ。今、スケブは回ってますが、
矢の飴食え食ってたんで多分矢の飴打ったのかなというところですね。でバルーンですね。で負け筋としてはやっぱりバルーンが入る、キョスケのバカが入ることは多分あんまないと思うので、バルーンをしっかり止めようっていうことになります。なのでバルーン止めるためにはまあマジアチェとコウモリが大事、そしてキョスケにタゲを取らせないとかですかね。でここはワンチャンあれが来るのかな、スケブ、うん、来ますね。ここでもうここで溶かしちゃいますね、キョスケを溶かしちゃえば、まあ、あたあた楽ちん、うん、くんな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 マジくんなマジくんな、まあ、ですが、オッケー、ここで溶かしちゃえば次来てもよいしょ、もう回転早いんで、ね、まあコウモリ、ヤナメワンチャンこれ飛んできますが、飛んできたとて、うんうん、つつくつつくつつけ、おい、まあそんな感じですね。そしてこのマジアチャにはミニペつけるだけで相手はスケブかなんか出さないといけないので美味しいですね。からのこれ確実にいきます、クエクって、あ違った、外した、スケルトン部隊だと思った、確実に来ますとか言ってよく外すんですけど僕で、端前いきますね。これでも高めにやって読み穴目はしょうがないとして、オッケーで攻めちゃって、スケルトン部隊来るからクエクって、もう守れないんで攻めるみたいな感じですね。相手が攻めてきた時に守れなかった時に見届けるだけだと、ただただ相手のダメージが入るんですよ。なんでこう相手が攻めてきてこう守れないと思ったらこっちも攻めちゃえば、ダメージ取られるんですけど僕もダメージ取れるんで関係ねえよって感じですね。さあ、まあ落とされるが、落として落としてからのマジアチャが多分ね残る、奇跡がね起こり得る。まあホグも飛ばしつつ、これクエ食った方がいいですね。一応打ちますね、毎回。で真ん中、まあ、箸でこれよくねえですね、来ますね。あー、これ読み穴かな、すぐ読んできますからね。うえー、でフリーズパッキンガム Q で来ますね。なんで僕はここで頭を使っていきます。もう耐えると信じて射抜いて射抜きます。うえー、まあこれ大事ですね。最後ちょっとね、負けたかと思いましたよって中田なっちゃんさんが言ってたんですけど負けたかと思いましたよって、これかっこよくないですか。ふぅ、あぶねー。まあまあまあ、そんなわけでバルーンばっか当たってて辛いですが、意外とね、やっぱ高回転のミニペッカ、高回転のコウモリが強いので、バルーンとかラバーとか当たってもこう諦めずにね戦ってもらえればいいかなと思います。待って、くしゃみ出る、やべえ、すげえ、待って、最悪、くしゃみ出る、はい、うん、いやー、神エイマー、マジックアーチャー、あ待って、うん、ゴミエイマー、ミニペッカー、うん、よいしょ。そしてこれをロケットしかウッドかで美味しくいただかれの、いや、いい、いや、これはね、延命したい、気持ち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 大事、気持ち大事、オッケーオッケー、いやこれね、行っていい、行っていい、俺のマジでちゃう、おーおーおー、まあまあまあいいんじゃない。で食え国対決ですね。で相手はロケット押し、そして俺はマジでちゃうということは相性がいい。待って、また鼻水かくしゃみか咳がわかんないけど来そうなんですけど、いやよくないですよ。最近なんか花粉かな、花粉かアレルギー性鼻炎とかかわかんないですけど復活してきましたね。また萎えますね、マジで。この花粉とか鼻がいかれる時期でマジで萎えるの、あれよくないですね、これ。ういですが、あー待って、いでいでいで、これやべ、クエイクかなんかで処理されそう、一緒に処理するタイプね。あー、うまい、うまいですね。まあ、ですがクエイク打っちゃって暇なんでね。あー、ゴブリン巻き込めたら美味しかったですが、ちょっとやばいですね、ちょっとヤバミザワ、若干ヤバミザワ。ミニペック咲いてないので今ホグ飛ばしても完封される。一回後ろからマジ打ちで組んで、でロケット押しがマジで厄介ですね。意外と厄介なんですよね。しかもあいつちょっとうめえっすね、やっぱ。おい、これ一発、うわ二発入るか、やべえ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 、焦るでないぞ坊主、これいっちゃっていいね、いっちゃってもいいね。からのクエク打っていいね。攻めればやっぱダメージ入るという感じですね。攻めた方が有利になれる。
そしてマジックアーチャーが生きろ生きろ生きろ。これはこれで竹替え OK。 待ってちょっと出すのが遅いですね。でここは一回クエイクまで欲しいんで、クエイクからのウッドでこのミニペッカのダメージが結構遅い。オッケー、もう一発ナイス。さあこれホック構えておけば完封できるが、クエイクってくると多分もう一発入るので、さあ右サイドオッケー。あれ来たくね、これ来た、これ来た、これいきます。相手絶対攻めてくるから攻めて勝ちと。あぶねー。でもね、正直これはね、相手がロケット押しで僕マジ打ちなんで相性がいいと思うんですけど、ちょっとね押されちゃいましたが、まあまあこんな感じ、やっぱ北海区も流行ってますね。なんでよければ皆さんもお使いください。あの自分なりにアレンジしても面白いと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録もお願いします。ではバイバイ。